投稿ではパナソニックから販売されていたカセット式ヘッドホンステレオについて説明する。パナソニック製ヘッドホンステレオの例 DBX ノイズリダクションシステム付きモデル。再生専用機1989年発売 XBS ドル BB 搭載。早撃再生リピート再生機能搭載 a r 4 0メカ g 九1 9 8 9年発売。 3バンドチューナー搭載の6採用取リバース。多機能、シグナルリモコン、XBS 搭載。AR40R メーカー外付けチューナーパックによる、ラジオ放送受信が、可能、1988年発売。再生専用の連価モデル XBS、ドル BB、3バンドグラフィックイコライザ搭載モデル、1987年、発売。 RQJ160 の姉妹機で基本性能は同じだが女性向きの丸みを帯びたデザインとなっている。1987年発売。カセットケースサイズで再生専用。XBS 発搭載のモデル。オートリバース、テープセレクタ、ドルビービー対応。外付け電池ケースもしくは RPBP90、RPBP105 RP 系が無電池にて動作する。 一部端式のリモコン付きイヤホン及び充電器も付属する。角張ったデザインで男性向きと見られる。1989年4月発売。体積比でカセットケースより小さいコンパクト設計。AR90 メカを採用し、ドルビア b n r 及び最高 20kHz までの周波数特性を実現するために再生ヘッドをナローギャップ化されたファインギャップ。 ハードパーマロイヘッドを採用。S1D は松下電気創業70周年、記念モデルで S1 をベースにしたモデルである。本体のパナソニック文字が金色に変更され、専用箱が付属。S3 は S1 のデザイン変更モデルで SXBS とシグナルリモコンを搭載。1989年5月発売。ドルビー b ビ CNR とファインギャップ。 ハードパーマロイヘッドを採用。合計21曲まで記憶できるデジタルチューナーを搭載したチューナー付きの RQS5V も1989年6月に発売された。1989年8月発売。S7 回は S5V に録音機能を付加したモデルで合計21曲まで記憶できるデジタルチューナー搭載し、ファインギャップ、ハードパーマロイヘッドを採用。 S7 階にチューナーを除いた RQS7R も発売された。1989年9月発売。充電池乾電池内蔵可能のハードタフ設計。急速充電器付属。S4 は1989年12月発売。メカニズムの動作や時刻がわかる本体液晶内蔵。S6 は1990年1月発売され。 本体液晶内蔵しドル BB&C を採用。電車ポジション初搭載。フルロジックメカ構造を採用し、シグナルリモコンを搭載。S11 は1990年2月に発売され、トラック方式はステレオを採用。S33 は、同年3月発売され、4トラックに CH ステレオに対応し、急速充電器を付属。S55 は、 同年4月発売され、ファインギャップアモルファスヘッドとドルビー B&C を採用し、4トラックに CH ステレオに対応。1990年8月発売。充電池乾電池内蔵可能の衝撃に強いタフ設計。1990年10月発売。ワールドワードチューナーエリアバンク搭載。時計機能付き。1990年11月発売。 液晶型の見えるリモコンを搭載し、u ーロードハイファイ n s i d e 本初採用にフェンスデザインを採用し、初めてボタン配置が本体背面に変更された。S65 は S45 の上位版で同年12月発売され、高音質設計でドルビー B&C を採用。1990年11月発売、RQS55V に録音機能を付加した。 モデル。ユーロードハイファイインサイドホーンを採用。1991年2月発売。ファインギャップ、ハードパーマロイヘッドと電車ポジションを搭載。このモデルから連価モデルにも4トラックに CH ステレオに対応。1991年6月発売。ライブポジション、街角ポジション、ツインローターモーター発搭載。5つの音字からのキャッチコピーが付けられた。 ASC リモコンを搭載し、ASC と SXBS とライブポジションの組み合わせにより、EQ は全18種類の組み合わせが可能である。チューナー付きの RQS35V も同年7月に発売された。1991年7月発売。RQS77 回にリモコンでの録音時の一時停止コマンドと、リモコン独自のホールドキーが追加されたモデル。 S77 S 回とは異なり、ユーロードインサイドホーンを採用している。1991年11月発売、液晶型の音トミエリモコンを搭載。SXBS は従来の2段階から1段階に変更され、すべての EQ は ASCEQ ボタンに集約された。シェイプアップフォルムを採用し、このモデル以降は本体のボタン配置が本体背面になっている。 S80 は S60 の上位版で20塗装しドルビーシート 12LC ハードパーマロイヘッドを搭載して音質を追求したフラッグシップモデルでドルビー b c はこのモデルで最後となる。チューナーと極見えリモコンを搭載した RQS60V も同年12月に発売された。1992年3月発売。急速充電器を付属。 本体の色は、海を彩る3種類のパターンが用意された。ヘッドホンステレオとしては、最後のシグナルリモコン搭載モデルで、ユーロードインサイドホンを採用した。1992年6月発売、シェルロック初搭載。シェルロックは、蓋のロック、テープの走行を安定させる、カセットスタビライザー、蓋のガタつきを抑える、肉厚、リンクアングル、1mm 厚の頑丈な、 アルミカセット蓋とカセットテープを安定して再生できる構造の総称である。なお、カセットオープンドアはこのモデルよりデザインが変更され、シェルロック搭載モデルとそうでないモデルとの区別ができるようになっている。SXBS と電車ポジションとの切り替えが可能な新 ASC リモコンを搭載。チューナー付きの RQS40V は チューナー付けでは発売当時世界最薄モデルで、不揮発性メモリー IC を搭載したことで、リチウムボタン電池が不要となった。S90 回は1992年8月、発売され、S40V に録音機能を付加した、発売当時業界最薄モデルで、新 ASC リモコン搭載。S90 回にチューナーを除いた、RQS90R も同年10月発売された。 室内ポジションはこのモデルで最後となる。1992年11月発売。デルカセ TPS 初搭載。シェルロックは新たにダブル肉厚、リンクアングルとツインヘッドスタビライザーが追加され、デルカセ搭載に伴い、カセットスタビライザーが除かれた。この機種から室内ポジションが搭載されなくなり、充電器も急速タイプでなくなった。s は新。 オトミエリモコンを搭載した最後のマチカドポジション、採用モデルである。S85 はワイヤレス型のポケットリモコンを搭載し、から見にくいヘッドホンコードを初採用。1993年2月発売。スッキリリモコンを初搭載。付属の乾電池ケースはリニューアルされ、装着時においても乾電池の交換が可能になった。1993年6月発売。 テープの早送り、巻き戻しの高速化、3曲、TPS、3キーのアクセスリモコン、Q& レビュー、テープ残量が確認できる透明窓、ブランクスキップ初搭載。シェルロックは、カセットスタビライザー、肉厚、リンクアングルが復刻。この機種から、オープンドアの配置が右寄りに変更され、本体操作時にもビープ音が鳴るようになった。S50 は、 本体背面にアクセスランプを搭載。本体背面にアクセス状態が確認できる液晶画面を採用し、チューナー付きでは発売当時世界最薄モデルとなった RQS50V も同年6月発売された。S50V に AM ステレオ放送受信に対応した RQS70V も同年8月発売された。おまかせホールド、ぴったり本発採用。 デルカセ構造で一曲 TPS に対応し、ブランクスキップを搭載。S75 は1993年10月発売され、新液晶リモコンを採用。また、S75 の明細パターンデザインにニッケル水素充電池を初めて付属した RQS75H が同年11月に発売された。S95 は同年11月発売され、 本体への格納が可能なワイヤレス型の小番ザメリモコンを搭載。1994年3月発売。スッキリリモコン、TPS 機能搭載。廉価モデルにもぴったり本が採用されるようになった。1994年6月発売。トルカセト一曲リピート初採用。SX3 は新アクセスリモコンを搭載し、サルトビサーチ、ブランクスキップを採用。 このモデルより、ライブポジションとの併用ができなくなる。SX1V はスッキリリモコンを搭載し、発売当時業開発の地域名、表示付きオートエリアバンクとオートメモリーに対応した、チューナー付きモデルで、サルトビサーチには対応せず一曲、TPS、ブランクスキップを搭載。RQBP61、RQBP80 h ガム電池使用。 トルカセを採用している数少ないモデルである。トルカセは本体の薄型化及びカセットの取り出しやすさを両立して開発されたが、デルカセ搭載モデルの薄型化が可能であったことやトル、化石構でのテープの取り出しが扱いにくかったことから、デルカセ機構の置き換えまでには至らずに短命に終わった。1994年10月発売、バイブレーションサウンドを採用し、おまかせ、ホールド、 デルカコ甲、ブランクスキップ、一極リピート、サルトビサーチ搭載。本体のボタン配置は、RQS35 以来久しぶりに、本体上面に配置された。これにより、デルカコ甲搭載機種でありながら、従来機種に比べて薄型化に成功した。SX5 はアクセス液晶リモコンを付属し、クリップもワニ口型が採用された。SX7 は、 本体に格納可能な小番ザメリモコンを採用。チューナー付きの RQSX5V は同年11月発売され、アクセス液晶リモコンを付属し、本体液晶、本体ボタンは本体背面に設置され、地域名表示付きオートエリアバンクとオートメモリー対応。当社の液晶リモコンを搭載したチューナー付けモデルでは、RQS60V 以来の登場である。 デル化石膏搭載機種の薄型化に伴い、これまでは不可能だったデル化石膏とチューナーの共存が可能になった。1995年2月発売、L、バックライト蓄光材採用の光る液晶リモコン、抗菌対応ぴったり本、イントロスキャンを初採用。デル化石膏、ブランクスキップ、一曲リピート、サルトビサーチを搭載し、TPS は、 最大究極まで対応。このモデルからライブポジションに非対応前年にソニーから発売されたウォークマン WMEX1 がヒットしたことを受けてラインナップの見直しが図られた。このモデルではトップモデルと遜色ないほど大幅に機能が追加された。1995年3月発売。オールアルミキャビネット、すっきりリモコン。 抗菌対応ぴったり本を採用。前後1曲 TPS を搭載した廉価モデル。1995年6月発売。光るリモコンぴったり本を採用。前後3曲高速頭出しサルトビサーチ採用。地域名表示付きオートエリアバンクとオートメモリー対応。このモデルが RQS1 から続く AR90K メカを使用した最後のモデルとなる。 1995年9月発売。ジョイント本、新ぴったり、本、クイックデル化石工、電池残量チェック機能、左右のリールの回転差を検知して、巻き上げテンションを可変する32倍速高速サーチを、初搭載。光るリモコンがリニューアルされた。カセットオープンドアが S60 以来のスライドタイプに変更された。連続再生時間は45時間。 このモデルからロジック系最終モデルまで AR10 系メカを使用している。トップモデルに位置付けられたこの機種では RQSX33 とは比較にならないほど大幅に機能が追加され CM のイメージキャラクターに発売当時人気を誇っていた近畿キ,キッズを起用するなど1990年代初期と同様に派手な広告を展開した。 リモコンのヘッドホン端子にステレオミニプラグを採用したことは、後にポータブルオーディオ市場に大きな影響を与え、ソニーがマイクロプラグから撤退する要因にもなった。1996年2月発売、高速15倍速サーチ、前後3曲、TPS 搭載。連続再生時間が36時間と前、モデルと比較し、機能が強化された。 1996年3月発売。業界初の光る曲見えリモコン付属。25倍速サーチ究曲 TPS のサルトビサーチ採用。チューナー付きで薄さ 20.9mm を実現。オートエリアバンクとオートメモリー対応。A、B 面自動検出機能、出るカセ採用。チューナー付きで業界最長の52時間連続再生。 1996年6月発売。蓋をしっかり閉める頑丈なバックルロック頑丈ボディを採用。25倍速高速サーチ、ブランクスキップ、一曲リピート、イントロスキャン、光る液晶リモコンを搭載。連続再生時間は40時間。1996年6月発売。業界初の光る曲見えリモコン付属。15倍速サーチ &9 曲。究極 TPS のサルトビサーチ採用。チューナー付きで、薄さ 20.8mm を実現。オートエリアバンクとオートメモリー対応。40時間連続再生。SX70 回は1996年7月、発売され、15倍速サーチ &9 曲。TPS のサルトビサーチ、ジョイント本採用。ブランクスキップ、1曲リピート、イントロスキャン搭載。 録音操作もできる光、る、リモコン付属。オートエリアバンクとオートメモリー対応。20時間録音、36時間連続再生。SX70R は、SX70 回からチューナーを除いたモデルで、同年10月発売され、20時間録音、40時間、連続再生。1996年10月発売。L、バックライトが3色に光る。 新光る液晶リモコンを採用。A、B 面自動検出機能、本体側に来るピタホールドを搭載。40倍速高速サーチ。連続再生時間は65時間に向上。ワンタッチで蓋が開くクイック出るセ採用。チューナー付きの RQSX60V は同年12月発売され、充電器はアメリカカナダで使用できるセミワールドチャージャーに変更されている。 連続再生時間は70時間に拡大される。1997年2月発売。高速25倍速サーチ。前後3曲。TPS 搭載。連続再生時間は45時間。ドルビー n r スイッチ式最終モデル。以降は、ボタン操作で切り替えとなる。1997年8月発売。二重構造キャビネット採用の、対ショック頑丈ボディ。 オートエリアバンクとオートメモリー A、B 面自動検出機能対応。45時間連続再生。1997年10月発売。S ロードハイファインサイド本発採用。基本機能に加え、ドルビ BNR やリバースモード切り替えをリモコン側で操作可能な3色に光る新光る液晶リモコンを採用。業界最速の45倍速高速サーチ。 連続再生時間は85時間。5分充電で2時間再生可能な急速充電器が付属。1998年2月発売。イヤホンを交換でき、音質切り替えができる4キーリモコンを採用。連続再生時間は51時間。1998年3月発売。録音操作もできる光るリモコン付属。オートエリアバンクとオートメモリー対応。 62時間連続再生。マイクからは30時間連続録音。内蔵チューナーからは22時間連続録音。1998年4月発売。パワーチェッカー搭載。周波数の表示ができる。光る液晶リモコン付属。65時間連続再生。1998年7月発売。薄型で丈夫なトランクホルムボディ。 発売当時世界最長の100時間連続再生を実現。薄型の L バックライト付けフラットリモコン。しっかりと蓋をロックするデュアルシェルロックを採用。高速サーチ機構は採用されず、サーチ速度は15倍速に低下。また充電器も急速タイプではなくなった。左右どちらの手でも開けやすいニュエイシェルロック採用。SX50 は1999年2月。 発売され、L、バックライト付けフラットリモコンを付属。連続再生時間は72時間。SX30 は、同年4月発売され、音質切り替えができる4キーリモコンを搭載。連続再生時間は52時間。両機種とも、電源オフ時でもボタン位置押しで、パイロットランプで電池残量を表示できる機能が搭載された。1999年6月発売。 フラットリモコン付属。2は a y shell 採用。チューナー付きで発売当時業界最長の72時間連続再生。LED バックライト付けシースルー液晶リモコン。バランスの良いサウンドを再現する新インサイドホンが付属。曲間のヒスノイズを抑制するサイレントブランクを搭載。SX71 は1999年11月発売され。 連続再生時間は80時間。SX91 は同年12月発売され、機能日を追求した薄型デザインとカセットが取り出しやすいスナップオープン機構を採用。連続再生時間は110時間。2000年3月発売。ワンフィンガーリモコン付属。連続再生時間は52時間。音質切り替え、ボタン長押しでハイポジション並びにメタルテープ再生に、 対応するテープセレクター搭載2000年10月発売 LED バックライト付けシースルー液晶リモコン本体色に合わせた充電スタンドが付属曲間のヒスノイズを抑制するサイレントブランクを搭載連続再生時間は110時間2001年2月発売ワンフィンガーリモコン付属テープセレクター搭載連続再生時間は80時間 2001年5月発売、光る液晶リモコン搭載、充電スタンド付属、オートリバース録音、2倍録音モード搭載、チューナー付記録再起で発売当時世界最長87時間連続再生。2001年6月発売、充電スタンド、光るリモコン付属、5プリセットキー付け FM&AM チューナー、ブランクコントロール、1フレーズサーチ搭載。 チューナー付き再生機で発売当時世界最長89時間連続再生。2001年10月発売。LED バックライト付けリモコン。本体色に合わせた充電スタンドが付属。本体の誤作動を防ぐホールドと3つの LED で電池残量を確認できるパワーチェッカーの2つの機能を備えたホールドチェッカーサイレントブランクを搭載。 連続再生時間は110時間。2002年2月発売。ワンフィンガーリモコン。充電スタンドが付属。連続再生時間は80時間。2003年3月発売。ステレオスピーカー付け充電スタンド付属。A、B リピート搭載。白黒リモコン付属。連続再生時間は110時間。2003年4月発売。ワンフィンガーリモコン付属。 連続再生時間は60時間。2004年6月発売。光る液晶リモコン搭載。チューナー付き6歳期で、世界最長88時間連続再生。2005年3月発売。ワンフィンガーリモコン付属。A、B リピート搭載。連続再生時間は66時間。リモコン付属のモデルはこのモデルをもって最後となる。相性は、ショックウェーブ。 VMSS 回路は従来当社機種に搭載されたバイブレーションサウンドの進化版。なお、VMSS 非搭載の機器での使用には RP-HT930 というステレオヘッドホンも発売されていた。1996年3月発売。タフなボディ VMSS、XBS20 曲記憶できる2バンドチューナー、搭載。 1996年6月発売。RQSX40 と本体デザインが共通だが、パワーアンプの変更、VMSS 回路の追加など、SX40 とは内部基板の構成が異なる。液晶リモコンには対応しない。連続再生時間は38時間1996年9月発売。タフなボディ x b s にバンドアナログチューナー搭載。 1997年6月発売。SW55 は VMSS 回路振動アクチュエーター。気候内蔵オープンウェアヘッドホンが付属。振動吸収ゴムを内蔵し、衝撃から内部基板やメカブロックを保護している。赤発光の L バックライト付け液晶リモコンを採用。25倍速高速サーチ。連続再生時間は45時間。 SW50 は SW55 からヘッドホンがインサイドホンに変更されたモデルでその関係で重低音回路が VMSS から SXBS に変更された。また2万台限定で RQSW55Z が発売された。SW55 のチューナー搭載モデルとして RQSW55V が同年7月発売された。 1997年9月発売タフなボディ VMSS XBS 20曲記憶できる2バンドチューナー光る液晶ディスプレイ光を反射する光るリフレクター搭載1998年6月発売タフなボディ VMSS おみそアニメーションディスプレイ2バンドチューナー搭載炭酸アルカリ電池1本で22時間再生美しく 虹色に光る、光る、リフレクター搭載。滝種、他メーカーのヘッドホンでは、構造上プラグを差しづらい場合がありさせても、水分から機器を守ることはできない。近年発売されているストレート型プラグであれば、細身のものが多く差し込みは、ほぼ可能。1998年7月発売。通称、リクイットメタル。RQSW55 の後継モデル。 VMSS が2段階に調整可能になり、光る液晶リモコンには、振動状態の表示機能が追加された。サーチ速度は15倍速に低下。ただしアルカリ感電池とニカド併用により、VMSS 搭載にもかかわらず64時間の連続再生を実現。1999年11月発売、VMSS クリップヘッドホン4キーリモコン付属。 炭酸アルカリ電池1本で28時間再生。1999年6月発売。相性はチャウトウェーブ。連続再生時間は16時間。2000年3月発売。相性はチャウトウェーブ。連続再生時間は24時間。カタログ上に最後まで残った機種でもある。RQP35 の光景でデザインに共通点が多数存在する。 XBS 搭載。ノーマルポジションテープ専用。2001年6月発売。相性は和も。オートリバースに対応している。連続再生時間は24時間。1988年6月発売。テープ動作が音で確認できる。ピッピリモコン採用。1ボタンですべてのテープ動作が可能。1988年9月発売。ドル BB&C ビービー。シー XBS 搭載。このモデルから上位機種には4トラックにチャンネルステレオ方式を採用している。1988年9月発売。アナログ3バンドチューナー搭載。4トラックにチャンネルステレオ方式を採用。1988年10月発売。テープ動作が音で確認できる多機能リモコン採用。RQP500 のデザイン変更モデル。 1988年10月発売。ドルビー b c レベル化変式 XBS 搭載。4トラック2チャンネルステレオ方式を採用。1988年10月発売。アナログ3バンドチューナー搭載の6歳モデル。多機能リモコン。4トラック2チャンネルステレオ方式を採用。AR40 メカ1988年12月発売。 イヤホン部と本体が分離したコードレスモデルドル BB&C3 段階切り替え式 XBS 搭載4トラック2チャンネルステレオ方式を採用1990年6月発売 AC バイアスロク音方式の入門機1990年7月発売8センチメートルスピーカー搭載の卓上タイプ1991年5月発売 二倍録音モード搭載。1991年6月発売。廉価版。1992年7月発売。ステレオ録音、再生。静音化設計の薄型多機能機。1992年11月発売。六彩オートリバース。再生スピード20%アップの早利き再生。1993年1月発売。 可変式再生速度コントロール。1993年5月発売。入門機。1993年6月発売。ポータブル DCC プレイヤー。デジタルコンパクトカセットの再生専用機。1993年7月発売。3バンドグラフィックイコライザー。オートリバース搭載。メタルテープ対応の連鎖モデル。 1993年11月発売。アナログチューナー搭載のテレコタイプ。モノラルマイクスピーカー内蔵。ワンポイントステレオマイクベルトクリップ付属。録音。チューナー搭載。メタルテープ再生可能。HRC24 メカ使用。標準価格15,800円。1994年6月発売。盲人用。 1994年9月発売。ポータブル DCC レコーダー。デジタルコンパクトカセットの録音再生に対応。1994年11月発売。アナログチューナー。オートストップ搭載の連価モデル。1995年7月発売。連続再生時間は15時間。炭酸間電池2本使用し、オートストップ搭載の連価モデル。 1995年10月発売、ダブルマイク搭載。1996年4月発売、入門機。1996年6月発売、録音、チューナー搭載。1996年8月発売、アナログチューナー搭載の連価モデル。1997年6月発売、連続再生時間は14時間。 オートストップ搭載の再生専用廉価モデル。メタルテープ再生可能。1997年8月発売。アナログチューナー、テープセレクター、オートストップ搭載のチューナーフ廉価モデル。RQP35 のチューナー付けモデル。1998年6月発売。シンセチューナー、オートリバース搭載のチューナーフ廉価モデル。1999年6月発売。 P35 の阪神タイガースデザインモデル。再生専用。RQP では、最後のテープセレクター仕様。1999年7月発売。2倍録音モード搭載。2000年2月発売。録音、チューナー搭載。2000年12月発売。ステレオスピーカーマイク内蔵。2002年6月発売。シンセチューナー。 オートリバース搭載の連価モデル。2002年10月発売。入門機。2002年10月発売。3倍録音モード搭載。2003年6月発売。3倍録音モード搭載。チューナー内蔵。2004年4月発売。A、B、リピート、スピードコントロール搭載。ステレオスピーカーマイク内蔵。大型 LCD、6歳オートリバース搭載。 ユーロードインサイドホンを主に S シリーズの初期モデルや廉価モデルに搭載されている。ステレオに対応。新ユーロードインサイドホンユーロードインサイドホンをリニューアルしたもの。主に4トラックに CH ステレオに対応した機種に採用されている。ユーロードハイファイ,インサイドホン S シリーズ初期の上位機種や S45 以降発売されたモデルに標準で採用した。 主に高音質化され、通気口が新たに採用された。ぴったり本ユーロードハイファイインサイド本をベースにしており、新たに耳のサイズに合わせた可変が可能になった。バイブレーションサウンド対応バージョンや、抗菌対応バージョンもある。新ぴったり本ぴったり、本のリニューアルバージョンで、主にデザインが変更され、ジョイント本発対応。 1996年以降の連価モデルではオプションとなった。S ロードハイファインサイド本設計、デザインが見直されており、通気口の位置が変更された。別売りバージョンはデザインが異なる。新 S ロードハイファインサイド本通気ダクト、通気口、デザインが改良され、重低音の抜けがさらに良くなっている。主に高音質化が図られた。 主に D サウンド対応製品に付属している。パナソニックの製品では複雑な操作体系を避けるためワンキー操作を特徴としていた。すべてのリモコンにリモコン操作コマンドと呼ばれるワンキー操作の共通の操作コマンドが使用可能で操作時にビープ音が鳴るようになっている。基本操作はワンボタンのみで行うというシンプル設計。ワンボタンによって 一通りの操作が可能である。基本的にはユーロードインサイドホンダだが上位機種のみユーロードハイファイインサイド e を採用している。両方のバージョンは別売りされた。液晶表示機能を搭載し、本体の使用状態が一目で確認できるようになった。白黒液晶搭載に伴い、リモコンの重量が増加して、リモコンが下に垂れるのを防ぐため、クリップが付属している。 ユーロードハイファイインサイド本を採用している。シグナルリモコンをベースに ASC スイッチの追加とボリューム調節のダイアル化およびデザインの改良が行われ基本操作以外の操作体系の見直しが図られた。デザインはシグナルリモコンを踏襲しているが凹凸部分が覗かれて丸みを帯びた。ASC スイッチは街角ポジションと電車ポジションとの切り替えのみであり、 ライブポジションや SXBS との併用が可能。U-ROAD HIFI i n s i d e 本を採用している。テープ再生時の音符表示機能とチューナー使用時のバンド及び周波数表示機能が追加された。EEQ 切り替えや ASC 切り替えはボタン操作に変更され、すべての切り替えは ASCEQ ボタンに集約された。 連続再生時間2時間で液晶表示にマークがつくようになった。ユーロードハイファイインサイド本を採用している。オトミエリモコンは r q s 6 0トに接続してチューナー仕様や周波数表示することができる。これはオトミエリモコンと極ミエリモコンが同じ仕様であるため。なお、非公式であるが RQS70 との接続にも対応している。 液晶表示機能の利便性が好評を博したため、翌年に発売された当社のポータブル CD プレイヤーでは CD 時間表示機能を搭載し ASCEQ ボタンを除いた仕様の液晶リモコンが付属した。ASC リモコンのマイナーチェンジバージョン。デザインは変形となり、録音操作対応、待ち角ポジション非対応となった。ASC スイッチは ASCEQ スイッチに 名称変更され、SXBS と、電車ポジションとの切り替えが可能になった。ライブポジションとの併用が可能。ユーロードハイファイインサイド本を採用している。オトミエリモコンのマイナーチェンジバージョン。色は、灰色となり、TPS 機能対応。表示が再生専用の仕様となった。なお、非公式であるが、RQS60 との接続に対応している。 連続再生時間表示は1時間ごとに数字のマークがつくようになり、最大で3時間まで表示されるようになった。ユーロード Hi-Fi イ,イ,インサイド本を採用している。シグナルリモコンをよりコンパクトでオシャレな形状にした。機能はシグナルリモコンを踏襲しているが、新たに絡みにくいコードと頭出し機能に対応し、ボリューム調節がダイヤル化された。登場当初は、 ユーロードインサイド本のみであったが、1994年以降はぴったり本を採用した。ユーロードハイファイインサイド本を採用したバージョンもある。これら3種類は別売りされた。新・オトミエリモコンのリニューアルバージョン。テープの走行状態がアニメーションで表示されるようになったが、新・オトミエリモコンと比べて機能が大幅に弱体化したことや、 リモコンの総合性の低さに加えて3曲 TPS に非対応であることから高い評価は得られていない。初めてぴったり本に対応した。連続再生時間表示は数字で表示されるようになり、最大連続再生時間まで表示が可能になった。頭出し機能に対応するために登場した。従来からのリモコン操作コマンドを踏襲しており、 そこにアクセスキーを用いることによって操作の幅を効かせている。3キーを搭載しているのが特徴で、これにより Q& レビュー機能の使用や三極頭出しが可能となった。従来から搭載されていた EQ 切り替えが除かれた。液晶を搭載していないため OBR ランプが搭載されている。当初は u ー o a d Hi-Fi i n s i d e 本採用バージョンのみであったが、 1994年以降はぴったり本を採用し、1995年以降は抗菌対応ぴったり本を採用した。いずれも別売りされた。ASCEQ ボタンが追加され、デザインもアクセスリモコンとは一線を画している。ASCEQ ボタンは押し続けることで、一曲リピート切り替えが可能。液晶を搭載していないため、 OBR ランプと ASCEQ ランプが搭載されており、ASCEQ ランプはアクセスランプと兼用になっている。ぴったり本を採用。同年夏に発売された同社のポータブル CD プレイヤーに付属していた3キー液晶リモコンをヘッドホンステレオ仕様にしてバイブレーションサウンド対応ぴったり本を搭載した。液晶画面は RQS75 に搭載された新液晶リモコンを踏襲しているが、オトミエリモコン以来久しぶりにチューナー表示に対応し、アクセス表示にも対応した。3曲 TPS にも対応。付属クリップがワニ口型に変更された。バイブレーションサウンドを ON にした場合は、強制的に SXBS の ON オフのみの選択になり、 AACEQ ボタンでの他のポジションとの切り替えができない。デザインは従来からのものを踏襲していない。液晶型リモコンでは初めている、バックライトと蓄光素材を搭載した。クリップはリモコンに内蔵され、ぴったり本は抗菌対応になった。新たに電池残量表示機能が追加されたが、RQSX33 のみで RQSX22V には追加されていない。 同年春に登場した光るリモコンのマイナーチェンジバージョン。新たにジョイントホンに対応し、デザインも刷新された。RQS75 以来久しぶりにチューナー表示に非対応。L、バックライトを搭載しているが、同社のポータブル CD プレイヤーに付属していたものには、L、バックライト非搭載のバージョンもある。デザインが大きく変更され、ステレオミニプラグ側に液晶画面。 本体側に操作ボタンに分けられた。様々な機種にも付属したため、他機種との相互性が低くなった。同社のポータブル CD プレイヤーにも付属していた。薄い、小さいのが特徴で、デザインも大きくリニューアルされた。同社のポータブル CD、プレイヤー、ポータブル MD プレイヤーに付属していた。薄型化に伴ってクリップは内蔵されておらず、クリップは付属という形になった。 基本動作のほか、音質切り替えが可能となり、ジョイント本対応である。主に廉価モデルに付属している。液晶画面が透けて見えるのが特徴で、クリップも内蔵されている。一連の動作が可能となっている。バックライトは L バックライトから LED バックライトに変更されている。親指だけで操作しやすいよう、基本動作のみをコンパクトに集約している。 ジョイント本に対応しているが、音質切り替えができなくなった。電化モデルを中心に最終モデルまで付属しているが、機種によっては相互利用できない。光るシースルーリモコンのマイナーチェンジ版で液晶画面が通常のものとなった。電波でコマンド信号を送信するシステムになっている。ボリューム調節は初めてボタンとなった。ASCEQ ボタンとライブポジションボタンは、 別々に配置され、従来通り併用が可能。頭出し機能にも対応している。デザインがシンプルになり、本体へ格納が可能になった。ライブポジションボタンは、ASCEQ ボタンに集約された。頭出し機能に対応。2代目モデルでは3曲、TPS に対応し、ライブポジションと他のポジションとの併用が不可能になった。また、バイブレーションサウンドを ON にした場合は、 強制的に SXBS の ON オフのみの選択になり、ASCEQ ボタンでの他のポジションとの切り替えができない。主な EQ モード RQS70 以降は搭載されていない。RQS60 以降は1段階のみ。機種によっては他の EQ モードとの併用が可能。RQS35 や RQS35V よりも前に発売された機種、回機種、 RQSX33 以降の機種では搭載されていない。RQS35、RQS35V、RQS60、RQS60V、RQS80、RQS70 のみ搭載。RQSX5、RQSX5V、RQSX7 のみ搭載。太陽ヘッドホンが必要。太陽ヘッドホンが 必要主に AR90 系メカと AR10 系メカに対別される AR10 系メカのバネ固定参構図。ありがとうございます。